ああ半分ぐらいしかなかったな。なんか少しこう手前に噛んだっていうか、はい、手前に入ったような感じだったんですけど、今の、まあ、を見てると、はい、あの基本的にはやっぱしそのスタンスの後ろに入れすぎてるんで、はい、あボールの位置がですね、やっぱしこうスティープに入っちゃうんですね、はい、でまあ今の USPGA のプロとかを見てるとほとんどターフも取らないし、はい、っていうところで言うともう少しあの耳左耳の前ぐらいだったりとか、はい、ボールの位置がですね、まあ、胸のロゴの前ぐらいにボールを置いて、はい、まあ、あの基本的には肩はもうちょっとスクエアにしてもらって、まあ、スタンスはオープンでも構わないんですけども、はい、もっとこうシャローにクラブを入れていくっていう動き方 が主流、ここがミスが少ないし、はい、しかも、まあ、このシチュエーションでランも使えるんで、はい、あの今ウェッジですね、今58度です、はい、あのウェッジではなくてですね、はい、9番アイアンぐらいで、エッジに落として転がしていくみたいな、そんな感じでもいいんじゃないですかね、はい、上りですし、はい、ちょっと試してみてください、はいはい、普段持ったことないですね、9番アイアン、はい、これ左胸の前前で普通に、はい、あの構えていただいて、で左肩を動かし続けることで、はい、おお入っちゃう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 、あ惜しい、惜しい、すごい、普段全く使ったことないんですけど、はいはい、まあすごいショットが打てました。やっぱし一つのシチュエーションとしては、あの、はい、こういうランが使える場所ではしっかりとランを使っていった方が読みやすいっていうのと、はい、まあ上りっていうのもありますし、はい、それを考えたらウェッジよりももう少しこうロフトの少ないクラブを選ぶっていうのが転がしていくっていう、うん、いいんじゃないかなというふうに思います、はい、ありがとうございます、はい、このラグがリリースされることによって手よりも何倍のスピードで動くことができる、だからパワーを伝えるためにはこのラグっていうのをうまく利用する必要性、デリバリーポジションからこのフルリリースポジション、これがきちんとできればですね、その途中にシャフトリー、フォワードシャフトリー、シャフトが左側に倒れている状態もその途中にあるだけで、そこはさほど気にしなくても、コンプレッションポイントでのシャフトリーが出来上がる。私たちのパワーローテーショナルゴルフ .com では最新のスイング理論や世界のトッププロたちの練習方法など皆さんのスコアアップや飛距離向上に役立つ情報を分かりやすくお届けしています。無料動画もありますのでぜひアクセスしてください。私たちのレッスンの最新情報は Facebook、Twitter、Instagram、YouTube でお知らせしていますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それでは次回のレッスンでお会いしましょう。